皆さんこんにちは。今回は神戸市にあるとある中学校の芸術鑑賞会に行ってきました。おはようございます。よろしくお願いします。ケルティックコレクションといいまして、私が普段演奏しているケルト音楽を紹介したりする作品になります。体育館もねすごく綺麗で素敵ですよね。個人的に気になったのが画面の左上にある珍しいなと思ったんですけど、このスピーカー今は使えないそうなんですけど、個人的には音響も好きなので気になりました。これです。でまずセッティングが完了したらサウンドチェックから始めていきます。そして今回こだわってたポイントが、こちらですね。あのタップをやる曲があるんですが、そのタップの音をねできるだけかっこよく聞いてもらいたくて、まあ、もちろんタップ用のマイクを使うっていう手もあるんですが、まあ、学校公演ということで限られた機材の中でいかにいい音をお届けするかという工夫をいろいろ実験しながらやってみました。今回はね、学校のマイクとかお互いにミュージシャンが持っているコンデンサーマイクを使ったり、喋るときに使うダイナミックマイクとか合計4本のマイクでこれが一番いいかなっていうのを実験しながらやってみました。はい、それではいよいよ本番です。今回はこんな曲たちを演奏しました。
はい、今回はこんな風な曲たちを演奏してみました。生徒の皆さんもケルト音楽というのを今回初めて聞いたよって人もたくさんいました。ぜひね、今回のこの芸術鑑賞会をきっかけにケルト音楽に興味を持ってもらえたり、中にはね、楽器をやってみたいと思う方もいたりしたらとても嬉しいです。ではまた次の学校に行ってきたいと思います。また会いましょう。ありがとうございました。バイバイ。